毎度どうも、坂井屋です。いや、寒くなりましたね。今現在撮影しているところ、この部屋なんですが、暖房器具一切ありません。暖房というか冷房もないので、夏暑く冬寒いという素晴らしい環境下で撮影しておりますが、はい、今回ご紹介するのはこちら、Huawei Watch GT。こちらの方をご紹介していきたいと思います。はい、では Huawei Watch GT です。まあ言ってしまえばあれですね、スマートウォッチってやつですね。で、まあスマートウォッチなんか使うのかなとか思ってたんですけど、まあちょっと興味があったんで試しに買ってきました。で、まあ、結構いろんな今、スマートウォッチが出てるんですよね。Apple Watch とか、まあ、有名どころもありますけども、あとはまあ、結構安価なものも、本当に3000円台くらいからな、から買えるものとかもあるんですけど、これはまあ、ちょっと、いいところの、まあ、ファーウェイっていうメーカーは、聞いたことあると思うんですけれども、まあ、ちょっとちゃんとしたメーカーの、そこそこいいお値段する、しかも12月に出たばかりなのかな、一応最新の機種という形になりますね。はい、では、早速開けていきましょうかね。ちょっとですね、カッターが見当たらないんで、こう爪でこじこじしちゃいますけど、私もですね、まあ、スマートウォッチっていうのがね、まあ、今までちょっとそんなに興味もなかったんですけど、まあ、いろんなことができるっていうことだけど、自分が果たして使うのかなっていうのが結構あったんですけどね。あと、やっぱりイメージ的にバッテリーの持ちがあまり良くないっていうね、イメージだったんで、まあイメージというか、まあ実際そうっぽいですよね、やっぱり。で、あんまり長いこと使えないっていうか、まあ頻繁に充電をしないといけないという話があるので、ちょっと敬遠してたんですけどね。はい、開きました。中を開けると、こんな感じです。うん、ちょっと、さすがに高級感がありますね。で、開けると、ああ、こうなってるんだ。ここに、まあ、充電用の USB かな。あと、これが、充電に使う、なんか、台かなのか、ですかね。多分、ここがマグネットになってて、カチッと貼り付くとか、そういうタイプだと思うんですけど。あとは、説明書かな？うん、クイックスタートガイドですね。一応日本語もちゃんとありますね。あるのかな？あ、あります。あ、違うな。あ、だだだだ。はい。日本語もちゃんと載ってます。うん。で、これは、あ、ワランティーカードですね。はい。まあ、これはいいとして。付属品はこんなところかな。じゃあ、本体を取り出してみましょう。はい。こんな感じですね。まあ、こんな感じというか、まあ、見た目、ただの時計ですけど。そうですね。本体は、金属製ですね。アルミなのかな。で、バンドはゴム製、ゴムというか樹脂製ですね。うん。で、裏に、まあ、心拍モニターとかがついてるんでね、多分それ系のセンサーになるのかな。ちょっと、まあ、この辺詳しくないんでわからないんですけどね。で、さっきの充電台が、ここに充電用の端子があるんで、ここにこう、あ、逆かな？こうかな？こういう感じで貼り付けて充電するっていう形ですね。はい。
これ極性ありますね。逆にすると反発して、磁石が反発して貼り付きませんね。で逆にしてやるとくっつくという感じですね。でこれはバッテリーは入ってないのかな？これ充電しなきゃダメってことですかね。さっきどうも充電は全くされてない状態なのかな？されてないっぽいですね。されてないんでしょうね。ちょっと何をしても現状反応しないんで。じゃあちょっと充電してきます。はい。今ちょっと確認してみたんですけど、6割ほど充電されてる状態でしたね。で、つかなかったのは、多分これですね。こう置いてあると反応しないのかな。そんなことないのかな。充電器に繋いだ時にちょっと画面出たんですけどね。であとはですね、まあ、簡単な初期設定みたいなのはちょっと終わらせてきました。で、これですね、腕につけると、腕につけて、まあ、腕を振り上げると、まあ、要は画面を見る動作ですね。をすると、どうも、こう、画面がつくっぽいんですね。で、しばらくすると消えます。はい。うん。こんな感じですね。で、じゃあ何が結局できるのさっていう話になってくるんですけど、ここのボタンを、この上と下にボタンがあるんですけど、この上のボタンをこうやって押すとですね、まずこういろいろ設定画面が出てきます。で、まあ、ワークアウトとか、心拍数のモニターですね。で、活動記録、睡眠、気圧計とか、あとコンパス、あと天気の通知とかありますね。で、ちょっとこの天気の通知を見るとですね、自分の住所がGPS で拾っちゃって分かっちゃうんで、これはちょっと開けませんけど。あとですね、メッセージ。メッセージは多分、あれかな。LINE とかとつなげて、多分 LINE のメッセージが着信した時にこれが反応してくれるとか、そういう形だと思うんですけど、あとは、ストップウォッチ、タイマー、アラーム、懐中時計。これ懐中時計っていうのがですね、これを押すとですね、画面がこう光るんですね。うん、まあまあ、これは便利、うん、便利かな。で、端末を探す。多分これあれですね、つなげてる、ペアリングしてる、スマホとかを探してくれるものですね。で、設定で、あと、この表示っていうところで、この文字盤がいくつか選べます。こういう感じですね。うん。まあ、結構いろいろ入ってますね。うん。まあ、ちょっと、どれにしようかな。じゃあ、このクラシックってやつにしとこうかな。で、すると、まあ、こういう感じで文字盤の変更もできますよと。で、あとは、こっちを押すと、いろんな、あれですね、ワークアウトのメニューに合わせて、それの記録を取ってくれるっていう機能があります。基本運動しない私にとってすごいめちゃめちゃ使わない機能だったりするんですけど、じゃあなんでスマートウォッチ買ったって言われると、うん、ごめんなさいって感じなんですけどね。で、あとは、画面を、こういう感じにしてやると、やると、さっきのメニュー画面のうちのいくつかをこっから見ることができるようですね。まあ、うん、まあ、ここから選んでもいいし、さっきの簡易的な画面で、こう、フリックで選んでもいいよという感じですね。で、心拍数のモニターがあって、今こうやって見ると、これ私の血圧ですね。77、ちょっと高めかなっていう。で、まあ、つけてる間は、常時、こんな感じで測定してくれてるっぽいです。で、上が89の下が68っていうことなのかな。うん。まあ、実際運動するとね、これが多分上下してくれると思うんですけど。うん。と、まあ、こんな感じですね。あとは、スマホの方ですね。スマホの方との、
ペアリングで、まあ、この、専用のアプリがあるんですけど、まあ、これで、まあ、そうですね、こちらの方で、ワークアウトとかの管理もできますよっていうことっぽいです。まあ、あとはちょっとですね、使ったことがないので、どういうあれなのかわかんないんですけど、あとは本体の、あれですね、スマートウォッチ本体の、ファームの更新っていうのもここにあって、まあ、こんな感じで。で、まあ、現在、最新バージョンなので、特にないんですけど、これで、本体側のアップデートもできるようです。うん、これはいいですね。結構、まあ、安い、スマートウォッチなんかだと、やっぱり、使い切りというか、特にそういう、バージョンアップ的なものって、あんまり期待できなかったりするんですけど、これはきちんとそういうのは、まあ、フォローしてくれるというか、まあ、あれですね、ちゃんとバージョンアップも考えてくれてるようですね。はい。はい、というわけでしてね、ファーウェイウォッチ GT ですか、のご紹介をしたわけですけれども、まあ、結局、この手のスマートウォッチって、例えば日々の、トレーニング、まあ、ランニングしてみたりとか、まあ、水泳してみたりとか、自転車乗ってみたりとか、まあ、そういうものをやった時のモニタリングをしてくれるっていう機能が豊富に入ってるんですけど、正直普段から運動しない自分にとっては全く意味がないんじゃないかなって今ちょっと思ってます。で、じゃあなんで買っちゃったかなって言われると、まあなんかちょっと面白そうだったっていうのはあるんですよね。Apple Watch とかが出た時から結構、まあ、この手のガジェットには興味があったんですよ。なんですけど、まああんま使わねえだろうなと思って、あとまあ冒頭にも言ったんですけど、電池の持ちが悪いですよね。やっぱり1日下手すると持たないっていう、それじゃあちょっと時計としてどうよっていう話になってきちゃうんで、で、そう、これの特徴として、ちょっと公式サイトの方の情報を見てみるとですね、確かですね、結構長いこと持つんですよね、これ。どこだっけな、これか。ちょっとファーウェイジャパンの、公式サイトから、見てみると、まあ、2週間バッテリーが持ちますよと。まあ、状態というか、設定にもよると思うんですけど、まず、それでも2週間、ヘビーユースで2週間ってなってるんですね。で、ヘビーユースってどういうのっていうと、心拍数の継続監視と、即位。あとは、スマート通知オン。で、90分のトレーニングを、1週間になのかな。うん。っていう、で、即位もオンと。ああ、ですね。で、その状態で2週間使えますよ。結構これ、本当にヘビーユースって書いてあるけど、ヘビーユースですよね。もう、常につけっぱなしで、まあ、いろんな通知関係も全部受け取って、で、心拍数のモニタリングもしつつ、で、トレーニングも90分、毎日90分やって、2週間。で、30日間持つっていう、まあ、通常使用モードっていうのもあるんですよね。で、これが心拍数の継続監視と、即位はオフですね。で、スマート通知がオン。うん、スマート通知はね、多分メールとか来た時に通知してくれるやつだと思うんですけど、それが入ってて、30日間持つ。本当かな？そんなに持つのかな？っていうのが
ちょっとあれなんですけどね。あとは、マラソン時っていう モードがあって、これがですね、心拍数の継続監視と即位がオンで、画面が常時点灯状態。画面常時点灯状態だと22時間になってます。ですので、通常、腕を振り上げた時に、この画面が出て、時計とかを確認できる。で、しばらくすると、勝手に消えるわけですけど、そういう使い方だと、多分、これ、2週間とか持っちゃうってことですよね。満充電の状態で。それはかなり燃費がいいんじゃないでしょうかね。今まであったスマートウォッチに比べると、すごく燃費がいい時計だと思うんですよ。で、全く機能を使用しないっていうわけでもなくて、それなりに使って2週間とか30日とか、持ってしまうんで、これは、だいぶ、普通の時計として、全然ありなんじゃないかなと。充電くらいね、毎日したって構わねえとは思ってたんですよ。ただ、1日持ってくれなきゃお話にはならないなっていうのがあったんで、買い控えてたんですけど、全然持ってくれるみたいですね。あとですね、GPS がかなりこれ優秀。優秀というか、独立型 GPS で3つの、衛星測位システムっていうのがどうも積んでるらしくて、かなり位置情報も正確に拾ってくれるみたいですね。それを使うかと言われれば微妙って言えば微妙なんですけど、多分いろんなワークアウトとか、歩いたり、走ったり、ハイキング、そういった山登り、そういったものの時には使えるのかなと、いった感じですかね。あとは特筆すべき点っていうのは、なんか睡眠トラッキングっていうのもあるっぽいんですけど、これ何してくれるの機能なのかな。睡眠関連の問題を特定し、200以上の中から適切なアドバイスし、睡眠を改善しますなんて書いてありますけど、何してくれるんでしょうね。ちょっとわかんないですね。といったわけでしてね、スマートウォッチ、初めて買ってみたんですけど、他のスマートウォッチに比べるとですね、見た目が、かなり普通の時計です。厚みもそんなにないんですよね。で、文字盤が切るのはいいとしても、ボタン関係も2個、大きいボタンがついてるだけだし、本当にパッと見普通の時計ですね。あんまりスマートウォッチ感っていうのがなくて、ものによっては結構、すごいスマートウォッチっていう、自己主張の強い形をした、ちょっと普通の時計と違う形をしてるものもあったりするんで、そういう、感じじゃなくて、普通に、本当に普段、ちょっとつけておいても、全然違和感のない、普通の時計の形っていうのが、これはこれでいいですよね。そうですね、普通の時計として全く遜色がないというか、使い勝手も特に悪くないっていうのがまずありますね。だデザイン性が比較的高いっていうんで、このファーウェイは結構いいんじゃないでしょうかね。似たようなスマートウォッチって実際他にも、Amazon とかで探すとね、結構いろいろ出てくるんですけど、本当はね、安いやつにしようと思ったんですよ。3000円くらいの。で、それ見てみたら、ちょっとですね、到着が年末くらいになっちゃうってなってたのかな。今ちょっと在庫を切らしてるみたいで。で、それでもうちょっと早く着くのないかななんて探してて、他にもいくつか候補あったんですよ。本当に5、6000円程度のものとかもあったんですけど、どうせ買うんだったら、ちょっといいものを長く使おうかなと思って、ファーウェイにしてみました。
で、まあ、携帯でね、スマホがね、iPhone を使ってるんで、Apple Watch はっていう話なんですけど、なんか Apple Watch ってデザイン的にダサくないですか？まあ、使ってる人に、が見てたらちょっと申し訳ないんですけど、あまりかっこよくはないですよね。なんか、ちょっと厚みもあるし、すごくスマートウォッチ感が出てるデザイン。まあ、スマートウォッチなんで、それは問題ないのかもしれないんですけど、があって、ちょっと、デザイン的にどうなのかなっていうのもあったんですよね。まあ、それはもうね、まあ、今のやつはちょっとわかんないんですけど、最初に出たやつのイメージがどうしても強くて、あれ、ちょっとかっこ悪かったですよね。なので、まあ、Apple Watch は、まあ、全然考えてなかったんですね。で、まあ、あと値段的なものもね、結構高いじゃないですか、やっぱり。で、まあ、これもまあ、安くはないんですけど、それでも Apple Watch よりは安いんですね、だいぶ。なんで、まあ、これにしてみようかなっていう感じで。で、あと、やっぱりあれですね、もう本当につい最近出たばっかりっていう、もう新しいもの好きなんで、どうせだったらやっぱ新しいものがいいじゃないですか。っていうのもあって、これにしてみました。で、まあ、ちょっとね、今後、せっかくなんでこれでね、つけて運動とかするかな？しないだろうな。といったわけで、今回は、ファーウェイウォッチ GT のご紹介でした。